のやつが、はい、こちらに持ってきて、さらに1年生のこういうふうになるんですか。刚才是一年的生存，现在是两年的哈，拿过来是这样的，移到这边来了。对。夏季以外のものもいっぱいあのくっつくんで、夏季以外のものもいっぱいついてるんです。除了这个以外呢，还有海草是粘在这上面的。啊，对吧？好了，こういうふうなもの。啊，一般的。这些贝壳还有夏季的。啊，こういうエビ。エビ。ムール貝とか。これも実際に食べられるんですよね。そうですね。こういうものがいっぱいくっつくんですね。そうすると、カキと同じ餌を食べるんで、カキの成長が悪くなったり、カキの身入りが、要するにあの品質が落ちたりするんですけど、そういうのを防ぐために、今一本取り上げてみますけども、ちがさ、どんもや、にかん。時々釣り上げて取ってるんですか。船にあの2000リッターぐらい、リッターにして2000リッターぐらいの入るぐらいの、要するにお風呂、お風呂を積んできまして、バーナーでお湯にして、まあうちの場合70度ぐらいなんですが、70度ぐらいにのお湯にして、クレーンで一本一本牡蠣を釣り上げて、お湯の中に入れるんです、牡蠣を。それでまた戻すという作業をするんです。